トーマス・ラドストロームは、スウェーデンのラリードライバーである。80年代頃にラリーデビュー。1995年の母国スウェーデンでは、安定した走りを見せ3位につけた。しかし所属していた、トヨタの失格によりシートを失い、翌年から1997年まで、プライベーターとして参戦。1998年に、トヨタカローラ WRC に乗車して、6戦、出場した。 1999年にはフォードに移籍し、スウェーデンでは4年ぶりに表彰台に上がるなどの好成績を収めた。その後は自身のスポット参戦がほとんどであり、2001年、三菱に所属していた彼はスウェーデンで初優勝が期待されたが、プジョーのハリロバンペラに差をつけられ逃してしまった。2002年、シトロエンでサファリに出場した時は3位につけたりもした。 2006年、スバルでスウェーデンに出場したのを最後に WRC から身を引いた。2003年から2007年までヒュンダイアクセントでヨーロッパラリークロス選手権にも出場した。スウェーデン出身のドライバーであるが、ユハカンクネン同様にペースノートは母国語のスウェーデン語ではなく英語なのでデニスジローデやフレット・ギャラハーなどの子ドライバーとの 仕事も、支障を来すことはなかった。ありがとうございます。